うん、変身したいですね。変身したい。わかりました。シックスパック。あ、出た。シックスパックになって、うん、筋肉も欲しいですね。自分はもうデイブと思ってますか。思ってますよ。ボンジュー YouTube デーブを作りたいシーズン2、パトフィット、モニターデーブを作りたいの動画を見た皆さん、感想どうだったんですか。今回も大盛りのデーブをパトフィットでかっこよくしてあげたいということでシーズン2の方登場しましょう。こんにちは、大型デブです。でかい。北林です。北林さん、はい、45歳です。北林さん45歳。はい、体重は最近測ってません。身長は172ぐらいですかね。ああ、俺とあまり変わらないですね。うん、172cmの体重は最近は測ってないですね。おそらくですね、これは想像、俺のバイブルあると思います。え、自分はもうデイブと思ってますか。思ってますよ。これやばいですよ、これ。この肉。それの、これ何ですか、これ。これ、脂肪ですよね。これ、バルーン。バルーン、浮き輪。いつから自分はデイブだなと思ったんですか。8、9ぐらいですかね。18歳、19歳あたりから、はい、デイブだなと。はい、いじめとかそういうのではなく、うん、そういうのではなく、うん、ズボンのサイズとか洋服のサイズかな、うん、みんなと全然違う、うん、あ、そうするといい、洋服もないんですよね。うん、かっこいい洋服が、うん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 、かっこいい洋服を着てないけど、オーバーサイズばっかだから全然かっこいい。もう限られちゃうんですよね、洋服が。うん、でも172cm、 俺と同じぐらいですよね、うん、身長的には。俺買った幅が相当あると思うよ。え、うん、それは結構言われますね。買った幅あるんで、うん、だから俺はもうちょっと立っていただいてもいいですか。俺はごっつい男に見えます。これがなければマジごっついでっかい、なんて言うんだろう、でしっかり筋肉もあると思うんだけど、やばいですね。やばいですよ、これ。ここちっちゃい時からですか。その19あたりぐらいですか。あ、そう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 、この横面が。ちっちゃい子は水泳やってて、ああ、やめてから、やめてからですね。はい、やめてから、やめてから、うん、取り出したって感じですかね。はい、もう19あたりにはもうお酒も入って、ビール飲んでたんで。ビール何歳からビール飲んでるんですか。まあ10代の子は飲んでますね。10代ぐらいからビール飲んでます。あ、なるほど。その時は全然考えてなかったんで。それでもずっとこれ、あれからもう20年以上じゃないですか。25年間ぐらいじゃないですか。はい、まあ45でしたね。はい、でその25年間ぐらいはコンプレックスとかあったんですか。なんか、うん、なんかしなければならないって思ったんですか。あ、でも一回親が病気になって、うん、それで一回ジム行って、うん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 、それでリバウンドの繰り返しですね。痩せたり太ったりみたいな。あ、でもちゃんとは痩せてないんですけどね。でもそのやり方が分からなかったりで、あはははこういで、こういう状態ですね。うん、じゃあまあ体重あとちょっと測ってみるんですけど、はい、うん、相当中回りが多分すごいと思う。体型的には肩幅もあるから、骨も多分細い方ではないから、うん、だから痩せやすいじゃないのかなと思うけどね、逆に。あ、そうなんですね。痩せやすいと思うんだよ。うん、
この45年間の生き方あるわけだから相当重い、半分以上、人生半分以上のライフスタイルだから、明日とか明後日とか来週とか来月とかでその辺のザロックみたいに似てもなれないからね、うん、筋肉も相当あると思うよ、その上にすげえ余計なもの乗ってるだけだと思うけどね、うん、これを全部溶かしにしてもっと筋肉を見せるよ、うん、目立つようにしたい。シックスパックなればなんかすげえ人生変わると思うんですか？うん、多分自分に自信がつくんじゃないですかねと思います。多分って言ったよね、多分なっちゃうと思う、絶対絶対自信がつくと思いますよ。じゃあシックスパックになったら人生変わると、多分という瞬間にもう終わるんだよ絶対変わりますね。あ、シックスパックになれば人生絶対変わる、はい、なんでパトフィットになったらシックスパック手に入れると思うんですか？いや、もうこの体がすごいじゃないですか。俺？はい。ありがとうございます。この体本物ですよね。もう本物、もう。初めて見た時びっくりしましたもん。なるほど。はい。やっぱり影響力がすごいんだ。そうですね。この体すごいじゃないですか。うん。まあ、ライフスタイルっていうのを、やっぱり体に出てくる。うんうん、隠れてジャンキーな生活しても隠れて食ってるものは絶対こう出てくるから。ああ、そうですよね、うん、誰も見えないところに食っても出てくるわけ。ああ、分かっちゃいますよね。食べてるものをそのまま体に出るからね、うん、人間って。だからパッドフィットって言って、俺体をみんな憧れてくるとかさ、俺のトレーニングもすごいと思うんだけど、あれはだって24時間の動画で見たことある？ないでしょ。ないです、ね、だって大体5分3分の動画でしょ。うん、その意味です。トレーニングと頑張って1時間、1日は24時間がある。この23時間が一番頑張ってほしい。あ、そうですよね。体が変えるのはこのこれの23時間。ここに来て1時間トレーニングしたとしても、はい、じゃあ疲れ様ですって帰ったら次の30分でさ、全部ダメにできるから。あ、そうですよね。暴飲暴食しちゃったら一生ですもんね。またライフスタイルです。ライフスタイルというよりは毎日毎日トレーニングするということじゃなくてだけじゃない。うん、これがもうちょびっとの一部で、この毎日のトレーニング。そうか、まあデイブを救いたいということで、今回も、前回3ヶ月で20キロ落とした、辰野伊豆さん、はい、ああ、ちょっとその彼との参考になって、はい、うん、3ヶ月まず期限は、期間は3ヶ月で、セキスパック出ないと思う、はい、それだけ忘れて出ない、うん、3ヶ月でセキスパック出すってこと、俺が言ったら俺詐欺になっちゃう絶対出ないから3ヶ月で、はい、うん、だけど相当か体変わり、20キロ落としたら自分も何とも思えないぐらい別人に感じるからね。そうですよね。20キロって相当ですよね。相当。でもこのぐらい乗ってるから早いと思う。20キロ。ああ、じゃあいい、モチベーションも上がりますね。ただそこからだよね。20キロバタンと落として、じゃあ今日20キロ痩せましたって自慢して、普通にしてたら普通に戻るだけだから。そうです。続けないといけないですもんね。そこから。はい。そこから。まあ今からちょっとこう体重とお腹周りとちょっとサイズ測ってみるんですけど、はい、おそらく20キロぐらいいらないと思う。20キロ以上ぐらいいらない。もう見た目で言えます、うん、俺の予想だったら今105以上あると思います。多分ありますよね。105以上あると思います。じゃあやりますか。やりますか。やりましょう。シックスパックを目指す。これ、シックスパックを目指すんだったら、まあ、パトフィット、デブを救いたい、シーズン2、これ、もらっちゃいます？はい。ああ、あなた、気合いありますね。うん。ちょっと似合ってるじゃないですか。似合いますかね。なんか渋谷のクラブで、なんか、
ノリノリで踊ってるそうな、なんか踊れないんですよ。遊び出す遅かったな、なんかさ、みたいな。うん、じゃあそれではちょっとね、体重を測って、はい、うん、でこの腹周りちょっと何センチあると知りたいんですけど、はい、大丈夫？大丈夫ですね。多分20、30センチぐらいは大きくなりまして、うん、で、まあ、今録音してる動画もうこれ全部な、もうマスクしてるからよくわかんないんだけど、はい、もうこのままね、無作もなしで YouTube 出すんだけど大丈夫？あ、大丈夫ですよ。ほら気合入りますよね。やらなきゃみたいな。じゃあ明日もう無理だって言ってたらね、もうみんな俺に文句言ってくるから。うん。OK だってやるって。もうエッペンパイある帽子かぶっちゃったからね。もう下げれない。うん。いいか。じゃあちょっと見せてよ。このおじさま。やばいですよこれ。これでシックスパックにする。自信はどのぐらいですか？自信、うん、シックスパックなれる、俺はなれるって言ってるから。もうなります。じゃあなれます。はい。じゃあ足りなかったら俺ギボップ。これちょっとこれギボップします。110以上あるでしょ。出ました。120以上あるんです。ああ、やっぱりちょっとメタボだから。120以上ないわ。110119センチ。あ、一緒、もう120だ。もうこれは120でしましょう。120ですよね。それではまあウエスト周りは、120センチ。120センチ。120センチ。山手線一周で。2周ぐらいじゃない。2周ぐらいありますよね、山手線。ああ。もう眠けちゃうんだよね。じゃあ体重の方どうですかね。ちょっと待って。ちょっと体重乗ってみますか。はい。OK。アイスを降りていただいて。これです。105.4 キロあります。これは、合格。大型デイブです。大型デブです。はい、105キロあります。大型デブ、これは間違いない。じゃあやるしかないね。やるしかないですね。はい。パトフィット、デブを作りたい。シーズン2合格ということで、言いたいことあったら1分以内で全て教えてください。もうとにかく痩せることだけですね。絶対自信をつけることですね。今自信ないんですか、自分に。今あんまりないですね。痩せたら自信つく、うん、つきますね、痩せたら。でも誰が決めたの、痩せてる人の方がかっこいいって。その方がかっこよくないですか。洋服も何でも入るし。あ、洋服ね。はい。はははは。体も軽くなって健康的になる。健康的ね。今のはちょっと危ないね。はい、うん。ちょっと病院、健康診断とかしてますか？はい。健康診断的に。大体太り、肥満です、肥満。って言われてる。はい。言われてるんだ。はい。わかりました。じゃあ、頑張りますね。はい、頑張ります。はい、ダイエット方法は、ちょっと、この動画には流さないんだけど、トレーニングはもうほぼ自重トレーニングです。トレーニングは自重トレーニングで、うん、はい、1ヶ月以上ぐらいはほぼ自重トレーニングになると思うんですが、ダイエット方法は、食べ物とか毎週の食べ物レシピはもう全部こっちから買うんですので、うん、ダイエットは前も言ったんだけど、選手、ああいうフィットネス大会出てる選手からダイエットは絶対させないから、もうしっかり食べて、ただ食べるものとか食べる量とか食べるタイミングはもう簡易、こっちは簡易するので、うん、はい、しっかり食べて、この100.5キロはなるべくこの、5キロもいらないから25キロのダイエットを目指したい、うん、はい、そうですね。25キロ、80キロ、80キロになったらいいですね。わかりました、やります。はい、やりますということで、エッペンパイアの自分でかぶってください。
これをかぶったらもう戻れないですよ。はい、これかぶったら25キロダイエットを成功するしかないですね。成功します。やるかない。はい、やるっきゃないって言うんだよ。やるっきゃない。やるっきゃない。もう一回。やるっきゃない。はい。